フリーダムスポーツ第183回ということで、ね、まとめていろいろやってますけどね、今回は小倉記念ですね。まあハンデ戦の G3 ということで予想をしていきたいと思います。予想のポイントとしてはね、まあ、ハンデ重賞なんでいろいろハンデの研究とかもしてきてるんですけれども、まあ、このレース独自ということで言えばよく見かける血統が、まあ、トニービン、まあ、そして、ね、逃げ馬が少ないからその辺がどう出るかなということが、まあ、一つ鍵になってくるというふうに思っております。というわけでね、今回の特注なんですが、想定12番人気アドマイアルバ、まあ、あの54キロならね、京都金杯4着と構想してますし、この時ハンデ戦の、ね、あの54キロで4着だったんですが、まあ、今回も54キロ、ただこれあの京都金杯ってね、あのご存知の通り1月のレースですからね、4歳1月っていうとバレー重量だと実は1キロ引かれるはずなんですね。1キロ引かれて54キロってことは、本来今回のハンデ戦は55キロで出走するはずが、まあここのところちょっと不審、重めの筋量で不審だったこともあって54キロという筋量になってます。まあそうすると、まあ、バレー重量ってことを考えたら、まあ実質1キロここでハンデが減ったぞというのは、走るタイミング、狙うべきタイミングということでね、まあこの馬の父、ハーツクライの母父、トニービンということでね、トニービンの影響力の強い血というのがね、小倉記念ではよく来てます。まあ、というわけで特注でいきたいと思います。まあ、そして1番人気、メールドグラス。まあ、この馬がね、4連勝、重賞連勝中ということで、多分圧倒的な人気になると思われるんですが、前走から 1.5 キロ増、前々走からだと 3.5 キロ増えてます。まあ、前走が別定戦で、まあ、みんなほぼ同じ重量。で56キロだったのが、まあ、57.5、1.5 キロ増える。前々走ハンデ戦54キロで勝った時からだと 3.5 キロ増えて、レーンからの乗り換わり。まあ、消すならこのタイミングかなということで、1回消してみようということでね。まあ、これが飛んだら結構な配当を狙えるということもあって、こんな狙いをしてみます。まあ、そして2番人気、アイスバブル。前走目黒記念2着ということでハンデが増えました。まあ、ディープの子なんでね、死んだシュボバの子は走る、まあ、そして去年ね、小倉で勝ってるということもあってね、適性もあるんじゃないかということで、変えていきたいと思います。まあ、そして3番人気のアイスストームなんですが、武豊が2勝クラス勝った時点で小倉行きましょうと言ってたとかね、そんな噂が出てますしね、まあ、ハンデが、まあ、ジュニオープン勝ったばっかで54ってのは少しプラスなのかなと。あの狙いやすいのかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして、ね、4番人気タニノフランケルなんですが、まあ、冬の小倉で2着ということを考えるとね、小倉大賞典2着というのはもうここでもう一回小倉適性あるぞって狙いたいところなんだけれども、これでハンデが1キロ重くなって今回は55キロということでね、55キロになってから、まあ、ハンデ戦だったりもうちょっと重く勝負別定戦だったり結果が出てないと。まあ、ただ他に逃げ馬がいないんでね、展開的には向くんじゃないかなということで迷って切ったこの1点ぐらいになってしまいましたが、まあ、思い切ってね消しでいきたいと思います。まあ、そして5番人気ノーブルマーズ、まあ、ジャングルポケットの子で父の父トニービンというのはね狙いどころ。ジャングルポケットはここで勝てば全10乗小制覇となるそうなんですが、まあ、500万下で1番人気でこの小倉で負けていたり、まあ、福島でねオープンで負けてたりとローカルでの敗戦目立ちます。まあ勝ち上がりこそ小倉だったけどということでね、勝ち馬同士のレースでは通用していないということで消しでいきたいと思います。まあ、そして6番人気カデナ、まあ福島そして函館とここのところローカルでね再び結果を出してきてます。まあただ直線だけの競馬見っていうかね、追い込みがまあうまくはまったみたいな感もあります。ここ2戦の3着、ただ相手関係は楽かなということで消しでいきたいと思います。そして7番人気、栗の大和の王。まあこれもね、ジャンポケの子ってことでトニービン。まあそしてね、前目の競馬ができた時にはここ2戦勝ってます。ここ2回ともね、勝った時は前目の競馬ができているということで、うまく前につけれれば、まあ前につけれないとね、最近も負けてるんですけどね、そんな感じで小倉向きの競馬もできるかなということで買いでいきたいと思います。まあ、8番人気ストロングタイタン、去年が4番人気12着、一昨年が1番人気8着、一昨年の小倉大賞典1番人気5着と、
休み明け2戦目の戦績が悪くないっていうのは救いのポイントなんですが、変える要素なんですが、さすがにこんだけ小倉で負けてるとね、決死でいきたいと思います。そして9番人気アウトライヤーズ、小倉でオープン入りした馬ですし、ローカルの小回り適性ありそうですね。1000万した勝ちが福島、準オープン勝ちが小倉と、でその前の2勝はね、中山と小回りが得意そうということで変えていきたいと思います。そして最後にひらめき大穴ということでね、想定13番人気チンガリ人気のシャイニービーム、父の父トニービン、前走オープン好走でハンデ54キロ、ただ逆に言えばね、これって準オープン勝ってきたら大体54キロ昭和されることが多いのが、53キロ1キロ減量されてたのが、最近オープンで好走してるし戻そうかというところなんですね。ただ好調の証と、そしてね、この馬のお兄さんに出資してたなんてことがあったんで、一応ね、応援の意味も込めてここは入れておきたいと思います。以上、これは6頭ボックスで買ってみようかなというような感じで考えております。以上、ハッチーでした。